Shallie-chan, Aru-kun yo. Yeah, Shallie. Aru, どうしたの？うん、ちょっと頼み事があってね。わざわざ父さんの目を盗んで屋敷を抜け出してきたんだ。え、また？あんたは大事な跡継ぎなんだから、せいぜいお勉強を頑張んなさいよ。凛花みたいなこと言わないでくれよ。それで頼み事って何？実はさ、オートマタ？あの昔話とか探検家のヨタ話に出てくるやつ？声が大きいよシャリー。だってさ、有名な探検家が記してるんだ。きっと確かな情報だよ。探検家の本っていう時点でうさんくさいんだけど。そんなことはないよ。彼は本当にすごい探検家なんだから。なんて人？ハリー・オルソンといってね。彼の本は優雅で大胆で僕の冒険心をくすぐるんだ。誰それ？あんまり気が進まないな。頼むよ。本当は僕が自分で行きたいくらいなんだけど、いつも凛花に捕まるんだ。でも遺跡って危ないって言うし。シャリ、お礼は弾むよ。お礼？でも。わかった、シェフの料理もごちそうしよう。さすがある。よっ、お金持ち。僕は価値のあるものには金を惜しまない男さ。え、ちょっと待、本当にいいの？あいつの金持ちの道楽ってのもだんだん重症になってる気がする。でもまあ、お礼もくれるって言うし断る理由はないよね。師匠、どうして知ってるんですか？フェリアンのお坊ちゃまが嬉しそうに言い回ってたのよ。オートマタ、オートマタってね。はあ、あるってば。やっぱり無謀ですか？なんで？ウィルベル師匠がわざわざ止めに来るくらいだから。止めに？逆よ逆。私も一緒に行ってあげるわ。本当ですか？でもどうして？いや、やっぱあんたたちだけじゃ心配だからね。嘘ね。あれ、わかった？っていうかあんたは？あ、ミルカです。私の幼なじみで中央で勉強してきたすごい錬金術師なんですよ。そうなんだ、錬金術師ね。あなたがシャルの師匠のようなもの？そうですか。やっぱ私が一緒に行ったら迷惑？いえいえ、とんでもないです。とっても心強いです。そう、ならよかった。出発よ。うわ、なんか気味悪い。だから気が進まなかったのに。
こんなくらいで文句を言ってたら仕事なんてできないわ。私こういう汚い感じの場所苦手なんだよね。私は全然平気だけど。なんで？あ、わかった。ここミルカの家に似てるんだ。散らかってて台所にカビとか生えてて。うげ、あんたの家ってそんな感じなの？そんなことないわよ。なくないよ。ユリエさんがいないときはいつも私が片付けに行ってるじゃん。ユリエって？ミルカのお姉さんなんです。ミルカのことが大好きなんですよ。別に家が汚れていたって錬成はできるもの。それに私の家とこの場所の気味悪さは関係ない。こじつけはやめて。まあまあ、錬金術の修行だと思えばこんなのちょろいでしょ。錬金術の修行とここは関係ありますか？うるさいのよ、シャル。行く気がないなら、私は帰るわ。ああ、待って！分かった！分かったから！頑張ります。頑張りますよ。それじゃ、行こっか。ああ、ところで師匠。まだなんかあんの？私、オートマタなんて見たこともないんですけど、どうやって探します？どうしてここに来る前に言わないのよ。ああ、私はわかるし、なんとかなるんじゃない？え、師匠ってオートマトを見たことあるんですか？まあね、人生経験の違いってとこかしら。すごーい！さすがベルベル師匠！そうと決まれば探して探して探しまくっちゃおう。シャル、これ。あ、何これ、人？間違いない。機能は停止してるけどオートマタよ。これがオートマタ。こんなに人間そっくりなんだ。見つけたなら早く戻りましょう。歩き疲れてきたわ。あ、二人とも気をつけて。何か来るわ。え？うわあ！誰から私にやられたいの？起きなさい！ナイスのせいよ！援護するわ。あ、吹っ飛んじゃえ！あ、やる気出し。魔法ちょっと味わいなさい。もう終わり？余裕だったね。はあ、びっくりした。守護者たちだったのかしらね。守護者？なんでもないわ。行きましょ。師匠、ミルカ、ここにもオートマタが。ちょっと待って、触媒じゃなくて素材に使えそうなものがあるの。お、あっちの方から珍しいものの匂い。あ、ちょっと師匠。
どうするのこれ。二体とも持って帰ったらアルのやつ報酬弾んでくれそうだよね。よいしょっと。あれ動かない。足が地面に埋まってるみたい。一つ見つければ十分でしょ。それはそうだけど、地面と同化するほど長くここにあったってことなのかな。何をしている。え、このオートマタを回収しようと。わかるのか。この辺境にこれに関する知識を持つ人間がいるとはな。何この気難しそうなおっさん。そのオートマタは今は作動しません。と、可愛い女の子。何この二人どういう関係。どうして動かないの。ここで自らの役割を果たしているのです。役割って。ま、その程度だろうな。ここがどんな場所か知らないのならさっさと立ち去れ。下手な刺激を与えられて何か起きても困るのでな。あ、ちょっと、それは私が見つけたんだから。価値のわからない人間の手には余る。さあ。な、あんた誰なんですか。オディリア、手を貸してくれ。はい、マスター。無視。オディリア、ここはもういい。行くぞ。今日は邪魔者によく会う日だ。何あれ、感じ悪。ちょっとあんたら、いつまでもこんなとこで何してんの。あ、師匠、聞いてくださいよ。今ものすごくムカつくおっさんが来たんです。ムカつくおっさん。じとーっとした目で可愛い女の子を連れてました。は？ねえ、そろそろ戻らない？一応依頼は果たしたんでしょ？そうですね。早くアルに届けてあげないと。シャリー！本当にオートマタを持ってきてくれたんだ！夢にまで見たオートマタ！感激だ！これ、約束の報酬だよ。さあ、さあ、さあ、さあ。え、こんなにたくさん、いいの？ぜひ受け取ってくれ、僕の気持ちだよ。また何かあったら、頼まれてくれるかい？何の騒ぎだ、アルバート。父さん。うわ、ベリアンさんだ。またくだらんものを拾ってきおって。お前には私の後継ぎとしてするべきことが山とあるはずだ。ごめん父さん、勉強にはすぐ戻るから。シャリー、お前も親を見習ってもう少しマシな仕事をしなさい。は、はい。あれ、あの子。
大丈夫かシャリー。ええ、頑張りましょう兄様。あ、やっぱりあの子もシャリーって言うんだ。シャリー、どうかしたのかい？あ、うん、それじゃあ私は家に帰るね。まあ、また何かあれば頼むよ。デリアンさんに怒られても知らないよ。はぁ、疲れた。今日はいろんなことがあったな。何より今日は仕事らしい仕事ができたし、まともな報酬も受け取れたし、アルにはちょっと気の毒だったけど、私なんとかなりそうじゃない？このままお金を稼いでいけば、ようやく本当にやりたいことを。あれ？そういえば、私のやりたいことってなんだっけ？シャリちゃん、お風呂。集まってきたな。コンテナの中かなり埋まってきたもんね。なんか達成感があるな。集めるのは大変だけど、この光景を見るとまた頑張ろうって思えるもんね。そうだ、どうせならこのコンテナをこれでもかってくらいにいっぱいにしてみようかな。そしたら何があっても安心できるし、何よりきっと最高にいい気持ちになりそうなんだもん。我ながらよくやったな。まさか本当にコンテナをいっぱいにできるとは思わなかったよ。やっぱり人間、努力が大事だよね。うん。でもここにある素材だって使っていったらいつかはなくなっちゃうんだよね。ひょっとして空っぽになっちゃう日も近いのかも。うわー、そんなの絶対やだよ。こうなったらいくら使ってもなくならないくらいまで溜め込んでおくしかない。よし、まだまだどんどん集めちゃうぞ。あー、そういえばな、シャリー。なになに、ラウルさん、もしかして美味しいお仕事の話？調子に乗るな。あのな、前に遠くからでかい船がやってきただろ。ああ、町にドカーンって派手に突っ込んできたやつだよね。その船に乗ってきたお嬢ちゃんもシャリーって言うらしいんだ。お嬢ちゃん？小さい子なの？いや、お前よりちょっと年下くらいか。シャリステラって言ったっけか。とにかくお嬢ちゃんつうかお姫さんでな。組長、なんか言ってることがわかんないんだけど。うせ、まあ面白い偶然もあったもんだって言いたかっただけだ。もう一人のシャリーか。確かに運命的なものを感じちゃうね。そういや、こないだすれ違った子もシャリーって呼ばれてたような。あの子のことだったのかな。一生懸命なのはいいんだけどよ。まあとにかく箱入りというか儚げで。あ、わかった、わかりました。もし一緒になることがあったら、この私がビシッと鍛えてあげるって。いや、無駄なやる気は出さなくていいから。シャリーちゃん、どんな子だろう。会ってみたいかも。同じ名前の子、シャリシャリステラ、シャリちゃん。おお、キサカ、いいことを教えてやろう。なかなかいい仕事ぶりだって言うんで、結構評判もいいぞ。えへ
私もなかなかやるでしょ。そこでだ、今後はうちの仕事の中でも重要なやつを回してやろう。組合の中でも信頼できるやつにしか任せらんないやつだ。その代わり報酬もでかい。いよいよ私も一目置かれる存在に。よし、頑張るぞ。聞いて聞いて、最近中央から来たお役人さんに会ったんだけど、その人がまだ若いのにすっごく仕事ができる人なんだ。でも普段はおっとりしてて可愛いんだよ。中央の人ってすごいんだね。何寝言言ってるの。中央の人間だからってみんなが無条件で出来がいいわけない。でもやっぱり都会の方が勉強する環境とか整ってるんじゃないの。確かに資料や設備なんかの環境は整ってる。でもそれを活用できるかが。ミルカが中央で会ったのはどんな人たち。暇を持て余した金持ちどもってとこ。金持ちども。そっか、中央の人ってお金持ちばっかりなんだ。なんかすごいね。何が。え、帰る。ちょ、え、見るか。よ、なかなかきっちり仕事をこなしてるじゃねえか。本当？やったね。これならもっと見入りのいい仕事も紹介してやれるな。見入りがいいってことは依頼人からの信頼も高い仕事だからな。責任も重大になる。しっかりこなしてくれよ。よし、しっかり頑張ってがっぽり稼ぐぞ。ただいま。あ、シャリちゃん聞いて、あなたのためにすごい仕事を見つけてきたわよ。え、どんな仕事？なめし革を50個用意するだけなの。え、マジ？用意するだけったってすごい数だし、手がかかりそうだし。あら、シャリちゃんどうしたの？お腹でも痛いの？でも、せっかく母さんが見つけてきてくれた仕事なんだよな。うん、ありがとう母さん。できたらやってみるよ。シャリちゃんに喜んでもらえてよかった。持つべきは仕事のつてね。うん、頑張るよ。まあ、シャリちゃん、ちゃんと仕事をこなしたなんて、さすが私のシャリちゃんね。すごいわ。まあね、大したことなかったし。こんなに早くお仕事ができたなんて、きっと喜んでもらえるわね。はい、おだちんよ。ありがとう。シャリちゃん、今度はもっとすごいお仕事を見つけてきてあげるね。楽しみにしててね。気持ちは嬉しいけど、勘弁してほしいかも。